何それすごい。今月の新しいギフトですか。それはかわいい。そんなのが出てるんだ。うまっ、かわいい、すごい。なんじゃそりゃ。今月の新しいギフトなんですね、それが多分。え、何それ、何が書いてあるの。パチ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 、あ、パチ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 、それ。え、待って、音符とか、何それ、スタンプ代わりみたいな。スタンプ代わりに使えるのそれ、すごい尊いすげえ、そんなギフトがあるんですね。今ロストマンさんありがとう、タニアン、リョーピョン、サイトさんありがとう。なんだろう、その可愛いみたいなそういう今月のやつ、それともこれからずっとあるみたいなやつ。これからずっとあんのかな、それ。そりゃすごいね。カラオケ配信のギフトなんだこれが。え、どうやってカラオケ配信するんだろうね、これ。カラオケ配信ってどこでできるんだろう。あ、まだアップデートしてないからカラオケ配信できないのか。そういうことか。これそうだ、私まだアップデートしてないんだ。今日アップデートしてないんだ。 iPad ちゃんだからね、ちょっとあれアップデートするの忘れてたわ。携帯の方からだったらできるのかな、ちょっと見てみよう。携帯の方はね、もうアップロードされてるんですよ。え、カラオケ行かなくてもいいようになるのかな、カラオケ配信できたら。あ、できるわ。携帯からだったらカラオケ配信ができますね。カラオケ配信できます、携帯からだったら。どんな機能なんだろう。何何何、これは音楽が流れるってこと。かわいい、ありがとうございます。つくしさん、何これ、音楽が流れるってこと、それとも申請しなくてもカラオケ配信ができるってこと。音が響くみたいな、それとも音楽が流れるの、これって。今度カラオケ配信して、え、するね、するわ、それはするわ。ちょっと待ってね、いつができるかな。今、そう、今日みんなと一緒にね、今日みんなと、あ、音楽が聞こえるのはそっちだけ、私は音楽は聞こえないけど歌えるみたいな。あー、そりゃ映画、あ、そりゃ映画、めっちゃ映画ん、それは使おう使おう、それは。だから今日はみんなと一緒に、今日みんなと一緒に、なんか今後のなんかスケジュールを確認しようかなっていう回にしようかなと思ってて、まずですね、センちゃんありがとう。あ、イヤホンマイクってことはどっちにしろイヤホンが必要なんですね。じゃあイヤホンがない私は早めにイヤホンを買わないといけないということですね。ヒレポンありがとういっぱいまずですね、今日はみんなと一緒になんかこれ今後のスケジュールをね確認したいなっていう風に思ってるんですけど、翔也ありがとう。まず最初にじゃん、あの皆さんのおかげでサインを取ることができたですね、あの日刊現代さんのですね詳細のなんかあのポスターなんですけど、日刊現代さん の私たちが乗るのが新春特別号っていうものなんですけど、
日刊現代さんは普段1日しかね、毎日毎日日刊なので1日しか置かれてないんですけど、新春特別号はちょっと長めに置かれるということで、12月の29日から1月3日まで29、30、31、1、2、3の6日間、約1週間駅のね、キオスクとかあとはコンビニに置かれています。そしてですね、もしたくさん欲しいみたいな、たくさんの部数欲しいみたいな1枚じゃ足りないっていう方はね、たくさんの部数欲しいって言った方はこれ神保町って読むんですね、私知らなかった、田舎だから。神保町のなんたらグランデさんと秋葉原の方でもね、1月中旬ぐらいまで予定では多数配置されてるそうなので、皆さんぜひよかったらよろしくお願いいたします。これをねどこかに貼りたいんですけど、まあここら辺に貼った方が見えるかなと思うので、ちょっとここに貼ろうと思います。あ、初戦グランデさん、初戦グランデさんだそうです。初戦グランデさん、これを貼ろうと思います。リンジハートありがとうございます。皆さんぜひね、店頭に並んだらぜひ撮っていただけると嬉しいです。なんか用意してくださったんですよ、ぜひぜひ。まだね、買ったことないよっていう方もね、ぜひお手に取っていただけると嬉しいです。なんか中面でインタビューさせてもらえるみたいで、3位なので、表紙はまさかの STU メンバーが表紙を飾るというね、トロブさんが表紙です。で、このこれすごいのがあれなんです、トロブさんとあかりんさんと私全員1999年の3月生まれということでね、なんか縁があるねっていう話をしたんですけど、よかったら皆さんよろしくお願いします。コンビニとか、そうコンビニとか駅のキオスクとかにあるらしいです。12月の29日からになりますね。よろしくお願いします。部屋着パジャマ、はい。で、今日はね、ちょっとみんなと一緒にやりたいことがあって、そう、ちょっと明日からのなんかスケジュールもみんなと一緒にちょっとなんか確認していこうかなみたいな、ここにちょっといろいろ書いてって、みんなと明日からのね、ゆらのスケジュールをね、確認し合う会にね、しようと思います。まずですね、今日は12月18日なんですけど、明日12月19日はですね、私はスタジオの公演に出るので、それもそれから書いていこうと思います。これインク出るかな、出るね。12月、両手に、あ、
これよく出ないよ、やっぱり。水色でかーこう。あ、昨日はね、割と疲れてたからゆっくり、ね、寝れた。でもなんか朝から自主練に行ってたからあんまりそんな時間は寝てないけど、いつもなんか夜になると怖くなって眠れなくなるんですけど、最近昨日はもうね、めっちゃ疲れてたからね、すぐに寝れた。12月19日がスタジオ公演。なんかね、ユニット公演は今のところね、どこも配信してるところはないんですよ。でもね、みんな言ってる、こんなに頑張ってるから見てもらいたいねとは言ってるんですけど、だからあのチャーミングトリップさんとか撮影可能タイムとかあるじゃないですか。でもまあうちらの場合はダンス曲すぎて絶対事故かばっかりになっちゃうよね、撮影可能にしてもみたいなあの話とかにはなってるんですけど、どうなるのかはまだわかんない。ユースさんありがとう。そう、でもめっちゃ楽しんでもらえると思う、どのユニットも。なんか今日はあのスタジオ公演のレッスンの前にあのセットセブンもレッスンやってたんですけど、セットセブンもめっちゃかっこよかった、めっちゃうまかったセットセブンと思って、他のユニットもねすごい気になる、見てみたいなって思う。お、ピンクと紫のペンライト、あ、ピンクじゃなかった、紫と水色か。ありがとう。ちょろひげさん尊い、ありがとう。尊いみたいなさんとなるんですね。あ、12月20日が空いてるから、12月20日にこのカラオケ配信でどんな感じになるんだろう。ショールーム機能のカラオケ配信、じゃあ12月20日にやってみようかな。ショールーム機能のカラオケ配信。でもなんかそのライブのなんていうんだろう、その場の盛り上がりとかもやっぱりね大事にしたいから、こう撮影しててあんまり盛り上がりにくくなっちゃうのもあれだし難しいねっていう話はねしてたりする。だからそのこのブロックだけ撮影可能とかできたらいいねっていう話はメンバーでもしてるんですけど、どうなるかは分かんない。好きよ。竹葉ありがとう。それなあっという間に時間過ぎちゃうよね、公演って。わかる、もう終わりみたいな。ショールーム機能のカラオケ配信。なんなんだろうカラオケ配信って、どんな感じになるんだろう。気になるっちゃ気になるんだよね私も。ありがとう。佐藤かえりちゃんのカラオケ配信っていうね、見てみよう、どんな感じになるんだろう。ちょっと見てみるね。ああそういうことか、結構音が流れるんだね。なんでこんなに声響いてんの、なんでこんなに声響いてんの、すごくない、こんなに声響くの、すごーい、すごーい。うん、エコーかけてくれるんだ、うまく聞こえんじゃん、いいね、やろう。うまく聞こえんじゃんとか言っちゃった。エコーかかってたらうまく聞こえる魔法あるからね。可愛かったかえりちゃん。可愛い、普通にやろう、それやろう、楽しみ。
12月の21日が陸上公演。ほんまそれな、カラオケ台浮くじゃん、最高なんだけど。しかも家からできるっていうのがいいね。わざわざ行かなくていいもんね。私めっちゃカラオケ配信の時さ、カラオケ予約してさ、遠くまで行って 遠くからさ終わって帰ってくるのすごくしんどかったから嬉しい。こう陸上公園っていう文字を書いていると、いつかはこれが戦場公園になるんだなって思ってワクワクしますね。まさみくんありがとう、りょうぴょんありがとう、元気さんありがとう。え、申請必要なのかな、わかんない、マネージャーさんに明日聞いてみよう。ほんまよね、家でできるのはほんまに嬉しい。Wii の機能ができたみたいな感じだね、ショールームで。パックさんありがとう。火災報知器いらんわ、いらんわ火災報知器。せんちゃんありがとう。申請いらないの、めっちゃいいじゃん、いっぱい使おう今度から。カラオケの雰囲気を楽しみたいんだったらあれだけどね、カラオケ配信のためだったら全然いいね。これは使おう。そして23日が握手会、とりあえずはこんな感じかな。あ、24にクリスマス配信もやりたいの。よし、こんな感じかな、今のところの予定は。12月の予定です。ダンスもできるね。そうだね、ウザとかはさ、ダンスがないとさ、あ、音がないとダンス配信とか難しかったけど、もしワイヤレスイヤホンマイクがあるんだったらそういうこともできるようになるのか。ワイヤレスイヤホンマイク持ってないけど、こんな感じです。明日12月19日がスタジオ公演がありまして、明日はね、ちなみになんか結構なねハードスケジュールだったんですよね。朝もレッスンが入ってて、なんか夜の配信はちょっと遅くなっちゃうかもしんない、ちょっとだけって感じ。チョロヒゲさん、ナルもありがとう。明日はスタジオ公演があって、20日このカラオケ機能がなんかできたらしいので、これを20日ちょっと挑戦して見ようと思います、ショールーム機能のカラオケ配信を。で、12月21日が陸上公演で、12月23日が握手会があります。握手会はちなみに3部です。お芝居使えるかどうかはねまだわかんないけど、多分あのうちらはオケあれじゃない、イヤホンから聞こえるんじゃない。チョリーさんいっぱいありがとう。
ということで、そして12月24日はクリスマス特別配信をしたいと思います。25よりも私は多分24にしっかり配信するので、25はちゃんと配信できないっぽいので、皆さんあの24の方がメインのクリスマス配信だと思ってほしいです。カラオケ配信何時から決めてないっていうかね、前日にならないとスケジュールが来ないから何時になるか分かんないけど、そんな遅くはやんないと思う。あんまり遅くにやったらママに怒られちゃうから。クリスマス特別配信とは、なんか何しようかなって感じあ、なんか、あ、でもやりたいことを何個か用意してるので、クリスマスっぽいことやろうと思います。うん、多分サンタさんになると思う。サンタユラが見れると思う、この日は。25はあんまできないので。これ、お、握手会来てくれるの、やったーってな感じで。ちなみにあのめちゃめちゃ重要なことを言うと、ちょっとこれはめっちゃ重要なんですけど、もう一個重要なことがありましてですね、ゆまぽんありがとう。何かにすねたようなまなざし、目の前のものが皆ダサい、ルールにうんざり未成年。あ、字間違えちゃった。めちゃめちゃ宣伝になっちゃうんですけど、ちなみに12月21日私が公演で踊ってる間にですね、あの STA48 の個別握手会の握手券の申し込み期間 B がスタートします。また21日から握手券のスタートがもう一度始まりますので、皆さんぜひこちらの方もよろしくお願いします。これもね、これも貼りたいし、貼りたいものがいっぱいありすぎてさ、部屋に。ててあー、これボロボロ。この STA のセカンドシングルのあれも貼りたいし、この12月の予定も貼りたいし、みかん現代さんも貼りたいから、多分これを全部貼ってたらユラのショールームの部屋をね、ユラが見えないくらいごちゃごちゃしちゃうので、まあこれは12月21日になったら貼り始めたいと思います。とりあえずユラの12月の今のところの予定はこんな感じです。そう、もう貼る場所が部屋の情報量が iPhone 並み。それは iPhone の自己紹介や。宣伝大事です。はい、よろしくお願いいたします。どうなんだろうね、12月23日おしまし使えるか分かんないけど、使えたら多分サンタ来ると思うから来てね、みんな。そうなんだ、私は B 期間で感謝枠を全部開くことを目標に頑張ってるのだ、頑張ってるのだ。場所書いてるよ、大阪。でもめちゃめちゃ書くとあれいっぱいいっぱいになっちゃうから、
こう広島とか東京とか大阪だけ書いてる。こんな感じかな。てな感じです。だから12月はいっぱいこれからやりたいことがあるので、ぜひ遊びに来てください。ショールームにも公演にも握手会にもよろしくお願いします。あとそう、あのね、あの私これ知らなかったんだけど、なんか最近なんかちょっと噂で聞いたんだけど、年越しのショールームってさ、夜の12時過ぎても年を越してもなんか配信できるみたいなのを聞いたんですけど、皆さん知ってますか？私去年ドラフト生の時、まあ今年もなんだけど、大阪のおばあちゃん家に帰ってて音声だけの配信をしたんですけど、まあ今年はどうにかして年越しも配信しようと思ってるんですけど、他のグループはできた、できるのかな STU も。もしできるんだったら年越しの瞬間もショールームしたいなって思ってて、12時過ぎてからもうちょっとだけできたらいいかなっていう風に思ってる。1時くらいまで、そうなんだ。もしその年越し配信ができるのであれば、年越し配信をねしたいなっていう風に思ってて、まあでもどっちにしろあの実家にはいないので、毎年年越しはおばあちゃん家に、家族でパパのおばあちゃん家に行ってるので、そうだから行くと思うんだけど、もしそう平成最後のねカウントダウンと新しい年のね幕開けの瞬間をね、まあ、皆さんと一緒に、まあ、配信が可能なのであればショールームの配信でみんなと一緒に迎えることができた。でもみんなねどう思う、実際年越しの瞬間までさショールーム見てらんないよね。実際どう思う、年越しの瞬間くらい家族とゆっくりしたいみたいな感じかなみんなと思って、それを聞きたかったの。もしみんなが年越し配信してほしいってあのもし思ってくださるんだったらやろうかなと思うんだけど、年越しぐらいちょっと静かにさせてくれよって感じなんだったら、夜も静かに過ごそうかなと思うんですけど、本当？見る？いいの？じゃあやろうかな。ちょっとワクワクしてるの、ゆらもその年越しの瞬間を配信でできたら確かにちょっとワクワクするなって思ってて。ダメダメ、ありがとう、タコ。あ、じゃあぜひ一緒に年越ししましょう。もしできたらね。できるかわかんないんだけどね、そう。できるかわかんないんだけどね、できたらやりたいなとは思ってるんだけど、なんか私弟がちっちゃいじゃないですか。で弟とかも一緒にこう行くから、その実際できるかどうかわかんないから、ママとまたお話ししてみないとわかんないんだけど、ママいいね、ありがとう。もしその家族とかが大丈夫そうであれば、年越しの瞬間の配信をやりたいなぁと思うんだけど、どうなんだろう、それがわかんないんだよね。まあ弟とかもちっちゃいから、落ち着いて年越ししたいって家族が言ったら一緒に住んでるから、それはちょっとできないんだけど、まあもしいいよって言ってくれたらやりたいなっていうふうに思います。まあできればの話だから、あんまりまだ確定ではないんだけど、もしマネージャーさんとかに聞いて許可が下りて、弟とかも大丈夫そうであればやろうかなぐらいの話なんで、あんまりまだ拡散とかはしないとってほしいんですけど、また確認が取れたらみんなにも報告します。ハッシーありがとうこれカラオケ機能用のスタンプなのね。そうなのね、カラオケ配信するわ。てな
感じです。はい、よろしくお願いします。皆さん、クリスマスまでの予定だね。クリスマス以降の予定もまた書きますね。ここら辺のね、日刊現代さんのやつも書きたいしね。12月29日からってやつ。できたら今もやりたいなと思ってる。みんな年越しの瞬間まで見てくれるって相当優しいね。もうみんながそう言ってくれるんだったら、やれるんだったらやりたいなって思った。まさみくんありがとう。みんなどうやって過ごしてるの、毎年年越しとかって。なんか決まりとかあんの、みんな毎年これはやるみたいな、とかこれを食べるとか。ちなみにゆらはおせちは食べるし、年越しそばも食べるし、お雑煮も食べるし、おばあちゃん家なので白味噌のお雑煮を食べます。大阪の。と年越しの瞬間は何見てるかな。カウントダウン TV とか見てるかも。ゆーたんのアクターコンありがとう。おーおー、みんないろいろやってるんですね。そう、フルコースでね、全部やってるよ、私は。ゆく年来る年じゃなくて、カウントダウン TV でなんか盛り上がって年越しします。あー、そうだね、なんか普段はあの笑ってはいけないシリーズを見て、年越しの瞬間だけカウントダウン TV にしてる。で、それから録画してたカウントダウン TV とかは年明けにもう一回見直す。去年はでも STU の暗闇見たよ、カウントダウン TV。 カウントダウン公演楽しそう、いつかやってみたい。初詣はいつも大阪のところに行ってます。大阪の、うん、パパとママと弟と。そう、お風呂上がりだからさ、すっぴんで配信しようかなって思ったんだけどさ、もうスキンケアとか全部やっちゃって、クリームとか塗っちゃって、ああもう、あ、すっぴんで配信しようかなって思ったんだけど、まあやっぱりショールームちゃんとやりたいなと思って、ちょっとだけ化粧した。めっちゃ薄いけど、ほぼすっぴんだけど、ファンデーションとリップだけした。紅白は見る、紅白は見るよ。なんか紅白紅白見るよ。あ、でも結構ガキツカ見てることの方が多いかも。テレビ2個あって、どっちか紅白どっちかガキツカみたいな。でゆらはいつもおじいちゃんとお姉ちゃんといとことガキツカの部屋にいるタイプだった。えりちゃんありがとう。え、暗闇の収録いたの、すごい。そんなのできるんだ。ゆくももクロも、あれでしょ、ももクロさんのやつでしょ。知ってる知ってる。お姉ちゃんいつ帰ってくるんだよね。それな、年越しまでには帰ってくるんじゃない、さすがに。家族がね、何やってるか知らないの。昨日もパパはなんかあの出張行ってて帰ってこなくって、あ、帰ってこないんだ今日ぐらいにしか思わなかったんだけど。メイジンさんいっぱいありがとう。ゆうたとまくありがとう。え、なんかそう、お姉ちゃんほんとずっと何週間前からか、もういつからいないかも忘れたけど、何週間か前からかずっとヨーロッパに卒業旅行に行って、それから日本に帰ってきてないんですよ。なんか連絡も取り合ってないし、なんかもうどこにいるんだろうお姉ちゃんって感じいつ帰ってくるのかもよくわかんない。もうだから昨日はパパもお姉ちゃんもいなくって、私とママと弟の3人だったけど、割と結構そういう日多い。
んかどこ行ってるんだろう。ヨーロッパに行くのは聞いてたけど、なんかいつからどこの国に行くとかはあんまり聞いてないから、なお土産は買ってきてねって言ったんだけど、そうお姉ちゃんが出発する前日にね、私あのなんかめっちゃホラーなお面をかぶって夜中の3時にお姉ちゃんの部屋にダッ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 って言ってお姉ちゃんを驚かせて結構怒られたから、買ってきてくれるか分かんない。ゆうたくんいっぱいありがとう。うん、連絡も取ってない。お姉ちゃんに連絡してみよう。え、向こうなんか時差とかあるのかな、時差とかあるのかな。今お姉ちゃん今どこにいるのって LINE してみよう。今どこにいるの。お土産よろしくね。ヨーロッパ昼、あーもうわかんないや。まあいいよ、お土産買ってきてほしい。あ、チェコだって。今チェコにいるんだってお姉ちゃん。チェコ、そりゃすげえ。写メちょうだい。チェコにいるらしいよ今。フーガありがとう。チェコってあれだよね、バイオリンが有名じゃないチェコって。ああ落としちゃった。バイオリンとかなんていうの、音楽の街だよねチェコって。りょうぴょんありがとう。うちの姉あのもう変身病だから本当に。プラハだ。え、チェコってプラハ。え、わかんない。チェコって音楽が有名なところじゃないの。それはチェロ。え、どうだっけ、チコってどこ。かすみさんありがとう。チェコ、チェコ共和国。めっ、あ、プラハだ。やっぱそうだよね、プラハだから絶対そうだよね。あの音楽が有名なところっしょ。やばー、いいなー、いいなー、おね、うらやましい。今どこにいるのって言ってチェコって帰ってくる姉、ね、なかなかおらんくない。ほんとなんかでもめっちゃ旅行行ってる、うちの姉は友達と。ほんとにだから結構なんか家にいないことが多い。また旅行行ってきたみたいな。日本国内でもめっちゃ行ってた。なんか金沢も行ってたし、何鎌倉とかも行ってたし、北海道も行ってたでしょ、福岡も行ってたし、大阪も行ってたし、すごいいろんなところ行ってる。ザ女子大生って感じ。わしゃあ、写真来たよお姉から。すごーい。パリも行ったでって来た。パリも行ったでって見せてあげる、みんなにも。じゃん、あ、じゃん、見えるかな。じゃん、しんちゃんありがとう。え、すごい綺麗なんだけど、みんなにちゃんと伝わってるかな。あとエッフェル塔の写真が来ました。パリも行ったでって来ました。いいなぁ。あのイコラブのあんちゃんもさ、パリに行った時にさ、あのイコラブのイベントで、イコラブのライブでパリ行ってたじゃないですか。それであんちゃんに、え、パリの写真送ってって言ったら、なんかパリのゴミ箱の写真みたいなのが来て、なんかゴミを運んでる人の写真が来て、え、なんでパリまで行ってその写真なのみたいな感じで言ったんだけど、お姉ちゃんの写真はちょっとセンスが有り余っておりますね。さすがです。めっちゃ綺麗、超綺麗。
いいなぁ、楽しそう。私も海外行きたい。私もなんか送りたい、お姉ちゃんに。なんかそんな写真来たら私もなんか送りたい。なんか送りたい、私も。私このおにぎりの写真送ろう。おにぎりだらけの、これなんか仕事の現場でおにぎりが50個並んでたやつ。対抗心でおにぎり送ろう。あとは 弟が水没させた紅茶の中のトーマスを送ろう。と弟がシャンメリーの音に号泣して泣いてる動画を送ろう。シャンメリーのボンって音に恐怖感を抱いて泣きながらケーキを食べる弟。私たちの紅茶にエドワードとパーシーを沈めた弟。送ってやった。いやー、パリのエッフェル塔に対抗できると思うよ。この紅茶ぼちゃんしたエドワードとパーシーは本当にエッフェル塔並みの芸術だと思うよ。この弟が私たちの紅茶に沈めたこのエドワードとパーシーも。でもね、私結構なんて言うんだろう、 LINE とか打ちながら喋っちゃうタイプの人かもしんない。なんたらがなんたらこうたらでなんたら送信みたいな 言っちゃうタイプかもしんない。来た。おもろわらわらかわいいわらわらで、おにぎりは最初の何ってきた。大量のおにぎり。おにぎりが恋しいだろう。おにぎり買ってきた？違うよ。撮影大量のおにぎり、おにぎりが恋しいだろうって言ったら、それがそんなに恋しくない、まあいいな、美味しそうって返ってきた。くそ、海外に染まってやがる。染まってやがるわ、うちの姉。今配信でお姉ちゃんとの LINE の会話読んでるよ。向こうでいいもの食べてるな、本当。やめろって言われた。チェコの女になりやがって、チェコの女になりやがって。 いいな、おいしいもの食べた。どこの国行ったん？ 初めて来てくれたの？りっこさんありがとう。 ST のゆらりんことゆらあかりです。みゆぽんかと思ったなあ。ゆらです。ありがとうございます。はつめさん、明日はイタリアの女になる。スペイン、フランス、ドイツ、チェコのことチョコって言ってんだけど間違えて、めっちゃウケる、めっちゃウケるんだけど。うちの姉見て、
見えるかな、みんな。チェコのことチョコって書いてんだけど、お姉ちゃん間違えてるよ。チョコって言ってる。明日はイタリアの女になる。スペイン、フランス、ドイツ、チョコ、イタリア。絵画買ったらしい。絵画買ったけんね、素晴らしき買い物だったってきた。チョコになっとるよ。え、絵画買ったん。モナリザ。わあ、タワー。オビワンケノビさん、タワー困るよ、ありがとう。おっぱさん、タワー困るよ。何やってんだ。チェコや、間違えた。モナリザって聞いたら違うわ、わらわらってきた。どんなの買ったんじゃろ。やばくない？絵画買うって何やってんの、うちの姉。大丈夫？絵画って。まあ帰ってからのお楽しみや。めっちゃ綺麗ってきた。あかりのお土産は東京バナナ買ってきてもらいたいな、空港で。好きなの選びってくらいあるよ。だって嬉しい。やったーやったー。楽しみにしてるね。好きか分からんけど、好きじゃないものも全部もらうよ。おにぎりまた持って帰ってきてねって言われた。分かった。それじゃあ楽しんで。いいなぁ、いいなぁ。配信頑張ってきた。あざす、頑張ります。めっちゃいいなぁ。でも好きなの選べっていうぐらい買ってきてくれてるらしいから、お土産。たくさん選んでもらおさん。タワーこまーよ、タワーこまーよ、ありがとう。 Thank you。 ちょっとエッフェル塔風のちょっとおしゃんな、おしゃんなスンとした顔のタワーにしました。え、絵画をたくさん買ってきたわけはないと思うよ、さすがに。そんなばっかじゃないと思うよ。絵画は1個やと思う。いろんなお土産をたくさん買ってきてくれたんだと思う。好きなやつ選びって言ってたから。嬉しい、めっちゃ嬉しい。でもモナリザって聞いたらモナリザではないって言ってたから、モナリザではないらしい。ひまわりかな。アイドル好きさん、ありがとう。おにぎりじゃない。おにぎりもらってきてねって言われたけん、私もまたおにぎりはもらってこよ。でも私のね、姉はね、なんかね、めっちゃね厳しいんですよ私に。あのリモコンとか絶対的に私が取らないといけないし、テレビ一緒に見てても私の見たい番組じゃなくて絶対姉の見たい番組になるし、文子さんありがとうなるし。でもなんか地味に優しいんですよ。受験を頑張った時はジェラピケのパジャマをくれて、家の鍵をよくなくすからってその家の鍵を入れる用のポーチをくれたりとか、あとはアメリカに行ってた時もアメリカからお土産いっぱい買ってきてくれたし、今もヨーロッパの旅行でいっぱいお土産買ってきてくれたし、まあなんだかんだ優しい姉なんですよ。誕生日はちゃんとプレゼントくれるし、だから私も誕生日は毎年イカそうめんと干し梅の詰め合わせを姉にあげてます。お金の落差はあるけどね、ちゃんと気持ちは伝えてます。
やポーチはあるんだけど、最初の2日間ぐらいはそれに鍵入れてたんだけど、ちょっともう入れるのめんどくさくなっちゃって、そのポーチはね今他のリップクリームとかなんかそういうのを入れるのと貸してるから、その後2回ほど家の鍵はなくしてしまったんですけどね。そう、ゆらのはねアクティブだからめっちゃ海外行ってるよ。学生の間に、学生の間じゃないといけないしね。まあゆっくりは1ヶ月ぐらいアメリカは行ってた。ヨーロッパもでも結構行ってるよね。なんだかんだ1ヶ月ぐらい行ってるんだと思う、ヨーロッパも。仲いいのかな。まあでも弟ができてから仲良くなった。そう、卒業旅行で今行ってるの。弟がもう十何歳離れてるから、私と姉は2歳しか離れてないから、昔はめっちゃ喧嘩とかしてたんだけど、まあもう弟ができたら2人ともさ、なんていうの、愛が弟に向くからさ、こう円満にいった。そう、弟ができてから喧嘩は1回もしてない。うん、弟のおかげで。だから弟生まれてきてくれてありがとうって感じ。まあ私たち自身が大人になったのもあるけどね。まあ、未だに私はお姉ちゃんになんかお姉ちゃんの服とか靴とか勝手に使って怒られるんだけど、いつも土下座して許してもらってる。まあ、許してくれてないかもしんないけど、でもこうやってね、前日にね、出発の前日に夜中の3時にあんな怖いお面をかぶってね突撃訪問するぐらいのね、めっちゃめんどくさい妹だけどね、なんだかんだそうやってお土産も買ってきてくれるし、優しい姉なんですよ。もうなんか世界は弟中心に回ってるから、私の家族は弟も自分が中心に世界が回ってると思ってるし、みんなも弟を中心に世界が回ってるから、もうねもうなんか弟ができてからは結構家族はね、なんていうの、結構変わったのはあるかな。めっちゃ、まあ、赤ちゃんだしね普通に。いいママになりそう、それは間違いないと思う。だって弟でこんな可愛くっておむつ替えとかもさしてさ、毎日可愛い可愛いってやってさやってるんだから、自分の子供ができたら絶対ね可愛いって思うと思う。結婚願望とかは別にないんだけど、私自分赤ちゃんが欲しいっていうのめっちゃある赤ちゃん欲しい、赤ちゃん大好き。だからみゆみゆさんとか見るとすごいね、こうグッてやりたくなっちゃうの。なんかこうグッてやっちゃう、いつもなんかね赤ちゃんみたいだから。みゆみゆさん、弟ができて最初の感想はなんかママに呼ばれて、ねえもし妹か弟ができたらどう思うって言われて、え嬉しいみたいな。妹だったら髪の毛結んであげたいみたいな、弟だったら一緒に遊びたいみたいなのを言ったことがある。そしたらママね、赤ちゃんができたんじゃって言われて、え本当にって言って。そう、まあでも結構私ももう十何歳離れてるから、なんていうの、もうなんて言うんだろう、結構さしっかりしてるからさ、全然なんかちゃんと育てようじゃないけどちゃんとお世話してあげたいなみたいな感じだった。そう、みゆみゆさんはね私の中でね赤ちゃんだと思ってるから、毎日毎日大事に育ててるよみゆみゆさんのこと。すごいの、ね、みゆみゆさんのレッスン着がねプーさんなの。本当に上が赤の T シャツで下が黄色のスパッツみたいなの入ってたの。いやプーさんじゃんってめっちゃ言われてた。マックのポテトとも言われてた。あとケチャマヨとも言われてた。めっちゃ言われてた。しかもその赤のパーカーを脱いだら薄ピンクだったんですよ、このくらいの。だからあ今度は明太マヨになったねみたいな感じで、今日美味しそうな色してた。めっちゃみゆみゆさん、その格好で料理してた。マイハさんとの料理配信かなんかやってたね。すごいでしょ、普通にあれでレッスン来るんだよ。あれで普通に外歩いてるんだからね、面白いよね。ポテトかプーさんだよあれは。ほんと可愛い。
そう、食べたい食べたいって思ってた。みゆみゆさんを見ながら、じゃがいもの皮むきしてた。何作ってたんですか。てか料理作れるの、みゆみゆさん。絶対作れないでしょ絶対作れないでしょ。今日私あれだよ、 なんかさ、ななさんがさ、みゆみゆさんにさ、あの紅白の裏配信でさ、萌え台詞をさ考えてさ、みゆみゆさんになんか言ってたやつあるじゃん、ショールームの裏配信で。みゆみゆさんがそれをね、たまたま流れてきたのをね、見つけたの。それを見てめっちゃ照れてた。可愛いと思ってっていう報告をみゆみゆさんにしよう。にやけました。これにじゃが作ってたんだ。なんかこの間のんちゃんさんも肉じゃが作ってませんでしたかね。肉じゃがブームなのかな、 STU。 ちょっとお子ちゃまメンツたちの肉じゃがか。でもレベル高いね。肉じゃが作るのって結構難しくないね。作ってたね。あ、みゆみゆさんから来た。めっちゃ変なスタンプ来たんだけど、お尻前マンのスタンプで返そう。みゆみゆさんとコラボしたい。そう、なんかスタジオの公演の時とかもみゆみゆさんがなんかいつか二人でやりたいねみたいな言ってくれて、そうやってみたい。ビラニスタさんありがとう。肉じゃがってめんつゆで作るの？唐揚げ一緒にやってほしい。うんさね。え、唐揚げ48グループの曲ができるんだよね、きっと。楽しみだな、20日。どんな感じになるんだろうね。私見たらケーキ食べたくなる。どんな発想ですか。変なの。イコラブとかラスアイも歌える説が。マジ？めっちゃいいやん。君に似合うと思ったんだ、グレンチェックのマフラー歌いたい。コンビニケーキ、冷めたチキン、完璧ではないけれど。ね、歌いたい。ちゃんとちょっとマネージャーさんと確認してみますね。ね、なんかあのいろんな曲歌えたらいいのにね。でも48グループの曲ってかっこいい系、しっとり系、歌い上げる系、ノリノリ系、かわいい系、ブリブリ系、なんかセクシー系とか全部あるじゃん。もう曲数が半端ないから、しかも全部いい歌だし。だからだいたい48グループの曲で全部なんかいろんな系統の曲は歌える気がする。ね、あ、私明日楽しみ、スタジオ公演。めっちゃルールにうんざり未成年、ハートの独占権いいな。あなたに恋をしてみました。好きよこの歌。歌えないけど、ドラゴンスーツ
明日マジレジスタンスめっちゃ楽しみなんだけど。でもやばい、レジスタンス踊っててめっちゃ楽しいけどね、踊れるようになるまで結構時間かかっちゃった。今日さスタジオのレッスンしてたらみちゅさんがレジスタンスめちゃエロいねって言ってきた。なんか踊り方が癖あるんだろうな私の。期待しててください、明日のスタジオ公演。みんなでもあれだよね、レジスタンスってめっちゃセクシーだよね。ダンスみゆみんさんのレジスタンスやばいよね、めっちゃセクシー。まつげのエクステとネイルで武装して、誰かの説教を我無視している、やりたいことなんかあるわけないしね、学校にいたって意味なんてないし。これめっちゃ面白い話があるの。なんかさ、あのカラさんありがとう、あのこの後の歌詞でさ、学校にいたって意味なんてないし、卒業したらどうなるんだろう、親たちは興味なさそうだし、毎日昼まで眠るだけっていう歌詞があるんですけど、アリちゃんさんそこをね、毎日死ぬまで眠るだけだと思ってたらしいの。やばくないですかその歌詞。え、昼まで眠るだけで、眠るだけだよねそこって。毎日昼まで眠るだけ、でもアリちゃんさんはそれを毎日死ぬまで眠るだけって歌ってたんですよ。やばいでしょ、それはやばいよ、死んじゃダメだよって。私アリちゃんさんが歌うねレジスタンスのあそこがめっちゃ好きなの。なんだっけ、ルールにうんざり未成年みたいな、めっちゃ可愛いなそこのアリちゃんさん。私が歌うとさ、まあギリ未成年だけどもう今年二十歳の代だからさ、よかったまだ19でって思って、まだ19でよかったって思った。いや死ぬまで眠っちゃいけんでしょさすがに。アイドルの曲で死ぬまで眠っちゃいけんでしょ、ほんま面白かった、それの瞬間めっちゃ爆笑しましたもん。死ぬまでじゃないですよって言って、昼までですよって言った。アリちゃんさんのねダンスもめっちゃ好きだな、ほんと可愛い。最高かやのねダンスがね一番可愛いなって思う、見てて。私もう20ですよ。ロールにうんざり未成年未成年って歌いながら、私も今年20歳ですみたいな、そろそろ成人しますみたいな、ちょっと申し訳ない気持ちになっちゃうね。寝すぎ寝すぎだよ、ほんと死ぬまで寝ちゃったら。多分今の状況だと結構年相応に見えると思うんですけど、本当にねなんか私 STU の衣装を着たらね幼く見える説があるんですよね。
普段着だとそんなにないんですけど、なんか多分 STU の衣装を着てるときは私結構幼く見えちゃう、なんかあれがあるのかなって思う。普段着はそんなね、なんかあんまり感じることないんだけど、確かに自分でも STU の衣装着てるときはなんかちょっと幼く感じる気がする。自分でも何なんだろうね、何の違いなんだろうって思う。二十歳何をしたい、なんか特に二十歳になるからなんか何かしたいとかはないんですけど、まあ大人になりたいなとは思います。衣装着てた赤ちゃんに見える、それはないよ。伊勢ありがとう。こいちゃん踊ったことあるよ。え、私さ、今何歳に見えますか、今のこの配信の私。大丈夫、街中をね、アリちゃんさんとね、マリーナさんとね、ずっと大声でね、あの遊びながら歌いながら踊りながら歩いてるので、心は子供のままです。二十歳に見えるよね、このなんか今の雰囲気だったら。二十歳っていうか、まあ年相応に見えると思う。あら、でしょでしょ。でも本当に STU の衣装着てると本当になんかね、めっちゃね、衣装さんに言われるの。ユラはね、まあ中3にしか見えないって言われる。ユラはなんか衣装着てると本当に中3にしか見えないって言われる。どれがそう、見てよ、衣装着てる写真が。確かにもう衣装着てると幼く見える説はあるかもしれない。え、なんかね、めちゃめちゃ幼く見える写真があるの、私が。もう本当になんか、どこの三流子役ですかみたいな、あなた子役ですかみたいなね、ぐらいね、私がめっちゃね、本当に幼く見える写真があるんだけど、ちょっとまだそれ見せれなくって、ちょっとまあでもいつか見せたい、みんなに。本当にあなたどこの三流子役ですかみたいな、なんかちょっと名前はドラマに出てるけど名前はなくって、なんか少女 B ぐらいでちょっと出てきそうなぐらいの子役をやってそうな顔になったことがあって、 STU の衣装着てる時に。ケイナヤホイさんありがとう。そう、なんか、まあ、またいつか解禁されたらね、その写真も皆さんにメールで送りたいと思います。一斉ありがとう。てな感じで、そろそろ1時間経ったので終わろうかしら。姉、チェコにいる姉からのお土産が楽しみでたまらないです。明日はイタリアの女になる。スペイン、フランス、ドイツ、チェコ、イタリアって言ってるって結構言ってるよね。楽しみだな。ヨーロッパのお土産って絶対さ、絶対オシャンじゃない。アイドル好きさんありがとう。ね、絶対オシャンだよ、絶対オシャン。なんかもうヨーロッパってだけでおしゃんだもん。楽しみ、めっちゃ。そう、姉が旅行に行くたびにね、あのお土産買ってきてくれるからね、それはすごく楽しみ。アメリカの時も、うーん、そうだ、あとちょっとでないだね。てな感じで、じゃあ最後ラストに宣伝して終わろう。ズコモこれかいみたいなね。
もみじまんじゅうお土産に買ってこられたらどうしよう。広島の空港で買ったよって言われたらどうしよう。まず12月のゆらの予定は、明日が12月19日がスタジオ公演で、12月20日がショールームの機能で、新しくなんかカラオケ配信の機能がなんかできたらしくって、今なんかそれに関するのがなんかマネージャーさんから LINE 来たんですけど、ショールームの配信、本日は新機能を使ってのカラオケ配信を行わないようにって言われてた。じゃあよかった、今日しなくって。お、48も46、坂道もラストアイドルさんもイコールラブさんも歌えるそうです。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しい。やった。坂道さんも歌えるんだって。坂道さんもラストアイドルさんもイコールラブさんも、ぜひ皆さん楽しみにしててくださいね。ショールーム機能のカラオケ配信12月20日、この日は48以外の曲もじゃあ歌うかもしれない。楽しみにしててくださいね皆さん。超嬉しい。超嬉しいっす。ありがとうございます。はい、ケニダヨコさんありがとう。嬉しいね。これはカラオケ行かなくてもいいし、すごくいい機能ですね。12月20日楽しみにしてください皆さん。そして、12月21日が陸上公演で、この日は ST48 の個別握手会の申し込み受付期間の B がスタートします。 B 期間がスタートします。で、12月23日が握手会が幕張メッセであって、3部で握手会をするので、もし押し待ちが使えたら、あのまだ持ってないよって方も、あのね、ぜひ押し待ちでも会いに来てくださると嬉しいです。それな、イベントの時に会ってくれたらめっちゃ嬉しかったのに。まあいいや。12月24日は、クリスマスの特別配信として、サンタさんの服着たりとか、まあ、いろいろ企画をしようかなって思ってるので、12月24日のクリスマス配信皆さん楽しみにしててください。12月25はあんまりちゃんと配信できないと思うので、あのクリスマス気分はね、多分12月24日で味わえると思うので、クリスマス配信はこのイブの日をね、皆さん楽しみにしててくださると嬉しいです。23日ね、よろしくお願いしますね皆さん。会いに来てくださるの待ってます。23日あ、これじゃあメールでも送っておきますね、この写真。メールでも送ります、この写真。そしてこの12月21日にですね、握手券の申し込み期間の B 期間がスタートするんですけど、ありがたいことにですね、感謝枠が、12月の16日と、あ、間違えた、12月じゃない、2月の16日と2月の17日をね、感謝枠を達成することができました。皆さんのおかげで本当にありがとうございます。花丸つけとこう。あ、落としちゃった。2月の16日と2月の17日が感謝枠達成いたしました。ありがとうございます。でですね、あの私がおすすめしてる日程のこの2月の23日と3月の10日がですね、まだ間もなくな状態でですね、すごくすごく悔しいので、ここの間もなくのね日もね、あの本当に本当に本当にあの絶対に感謝枠にしたいなって思ってるので、21日のね、あの握手券の申し込み期間が始まったら、ぜひ皆さんまた考えてくださると、ゆらに会いに来てくださるとめちゃめちゃ喜びます。よろしくお願いいたします。そう、3月10日はね、誕生日の2日前だしね、もうすごくすごくあの楽しみにしてるので、皆さん会いに来てください、お願いします。
ありがとうございます。でも本当ね、皆さんのおかげでもも枠も感謝枠も開くことができて嬉しいです。まあ、ただまだまだな状態だなって自分でも思うし、正直この結果は悔しすぎる結果だったので、まだまだ私の力不足だなととても感じてしまう結果だったので、もっともっとね、いろいろ頑張らないといけないなって改めて思わされました。本当にそう、皆さんがね、イベント期間であんなに頑張ってくださって私のために、だからもうちょっとね、なんかユラもね、こう結果を出したかったんですけど、だから絶対に B 期間で感謝枠にしたいし、マモ枠のところも全部の日に感謝枠を出すことを全然諦めてないので、私は全部の日程で絶対に感謝枠を出してやりたいと思っておりますので、皆さんこれからもよろしくお願いしますね。ゆらもっとショールーム力入れていこうと思っとるけん、これからもショールーム会いに来てね。そしていいなって思ったらね、ぜひ握手の方も来ていただけると嬉しいです。ごめんね。23日押しましよね。わかんない、前日にならないとね、わかんないんですよ。もし押しまし使えたら会いに来てくださいね。23日も頑張ろう。はい、ということでラストの宣伝がですね、ラストの宣伝がこちら、日刊現代さんのですね、もう一個あるんだよね、実は2枚いただいたの、予備用で。お、21日やったん、来てくれるの。あ、あった、日刊現代さんのですね、皆さんが一緒に頑張ってくださった日刊現代さんとショールームの、STU のコラボのイベントで無事にサインをいただくことができましてですね、インタビューを受けさせてもらうことになりました。その私たちのインタビューが載るのがですね、日刊現代さんの新春特別号で掲載されます。12月の29日から1月3日までが、駅のキオスクだったり売店だったりと、あと全国のコンビニに置かれまして、あとはたくさんのね、部数が欲しいなって思ってくださってる方は12月の29日から1月の中旬くらいまではこの初戦グランデさん、初戦ブックタワーさんで、秋葉原と神保町で置いてあるみたいなので、よかったらぜひチェックしてください。よろしくお願いします。最低3冊です。皆さん実用、保管用、鑑賞用で3冊よろしくお願いします。そう、表紙はトロブさんなんだよ、すごいよね。わかんない、多分全国のコンビニと駅の売店で置かれるみたいなので、広島にもきっと置かれるのかなと思います。よろしくお願いします。皆さんぜひね、みんなで掴み取ったね、この結果を皆さんと一緒に見てウィってなりたいです。はい、そしてね、ユラへのメールの返信はもちろん、ショールームの話だったりとか、ユラに伝えたいこととか、とにかく1日に何回もハッシュタグユラメルをつけてツイッターで検索してるので、ハッシュタグユラメルでユラへのメッセージがある方はぜひいっぱいいっぱいハッシュタグユラメルをつけてつぶやいてもらいたいです。お願いします。お、かわいいコマよ、日刊現代さんね、そんな高くなかったよ、そんな高くなかった、めっちゃ、いや、あんま高くなかったと思
え、見てるよ見てるよ、みんなのハッシュタグゆらめる全部見てるよ。1日に何回もハッシュタグゆらめるで検索してみんなのことを見てます。今日は何々してるよとか、みんなのそういうね日常のツイートもね見てるので、ハッシュタグゆらめるをつけていただければ、みんなのね、そう気になるやん、やっぱファンの人がね今何しようかなとかやけんね、みんなからのねメールだと思ってねみんなからのこうメールだと思って見よるけん、何でもつぶやいてくれていいよ。今何たりしてるよとか、今何食べてるよとか、ハッシュタグゆらめるでねいっぱいみんなのこと教えてください。ハッシュタグゆらめるって調べたらいっぱいなんかあの出てきて盛り上がったら嬉しいなっていう風に思ってるので、よろしくお願いします。ゆららじゃなくてももちろん何でもいいですよ。たけしさんありがとう。内容つけてツイートしてね。そう、なんか前までねめっちゃかそってたのハッシュタグゆらめる、でもあの配信の終わりに毎日ハッシュタグゆらめるでいっぱいつぶやいてくださいねって言ったら、なんかめっちゃ増えてきてくれて、最近めっちゃ増えてきてくれたから嬉しい。もう何でも無駄にハッシュタグゆらめるつけちゃってください。ほんと見に行くので、適当な写真載せてハッシュタグゆらめるなおに使っていいよってやります。いやなんか彼女とデートなう的な感じで、まあいいよ何でも、それでもいいよ何でも、もう盛り上がってくれればもう何でもええわ。そうつぶやいてみてみんな、あれ見るから、全部見るよ本当に、何でもいいけんつぶやいてください。それでは全ての宣伝が終わりました。ゆらあかに、あーどうなんやろ、まあ、ついでにゆらあかにもつけといてくれたらラッキーかも。それでは今から全ツイートにゆらめるしてくれ、他の推しメンのことつぶやいてるやつでもゆらめる間違えてつけちゃわないようにね、みんなではこんな感じなので、これからの予定はまたメールにも送るんですけど、ぜひぜひ会いに来てくださいね。メールの返信は見たりするんだけど、結構 2,3 週間とか遅れてまとめてバーンってくるから、あどの時のメールだろうってなっちゃうから、あの長い文章とかやったら確かにメールの返信の方があれだし、みんなに見られないしいいと思うんだけど、ハッシュタグゆらめるの方がなんかすぐ見れるから、ゆら的にはそっちをいっぱい見るかな。はい、ということで壇上を読みたいと思います。いきます。第13位しんいちさんありがとうございます。第12位元気さんありがとうございます。11位ゆまぽんあっとゆららありがとうございます。10位がこでらんにこうたさんありがとうございます。9位ひょうあとメリーポピンズぜんやさんありがとうございます。8位がちょろひげさんありがとうございます。7位がケニードヤホイさんありがとうございます。6位がしょうやあっと今年も年越し仕事確定しました、頑張ってくださいありがとうございます。そして5位がまさみくんありがとうございます。4位がりょうぴょんあとあぐりが大好きマンありがとうございます。そして3位がりんじあとゆるきゅんありがとうございます。そして2位がひでぽんあとお姉さま配信盛り上げてくれてありがとうございます。誰に言ってるの、私に言ってる私に言ってるそれありがとう。そして1位はダラダラダラダン、オビワンケノビさんでした。たまこまよおっぱさん、ありがとう。ということで皆さん今日も、あお姉ちゃん、ああ私の姉か、私の姉か、言っとくわ友達か。ということで皆さん本当に
今日もありがとうございました。明日はスタジオ公演一生懸命頑張ります。そしてスタジオ公演終わってからの配信になるので、夜はちょっと遅めの配信ではなると思うんですけど、夜の配信会いに来てくださると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ、おやすみなさい、バイバーイ、せーの、ブチッ。